ヶ月以上経ちますけども、もうすでに起訴に向けた準備を進めています。今度の1月の31日には起訴を宣言しようというふうに思いますが、いろんなところでいろんな問題が発生しておりますし、新たなこう課題もですね、出ています。まあ、そんなところ、まあ、僕はその避難しろという指示よりもですね、戻ろうというオペレーションがどれだけ難しいかということをぜひその皆さんに知っていただければなというふうに思います。そんな話を後ほどさせていただきます。本当に今日はわざわざお呼びしました。心から感謝申し上げます。記者会見です。15日の朝ですね。でこの情報を聞いたときに非常にしびれました。というのは屋内退避をしなければいけないような状況がもうすでに、原発の状況なんだなという、改めてその屋内退避という指示ですね、原発のその屋内様子がですね、推測できたなというふうに。で僕はもう実は14日が15日の未明にですね、第2第4号機の爆発、まあ、2号機は爆発がないと後から修正しましたけれども、特にその定期検査中の4号機が爆発したという情報には非常に驚きました。というのはもう定期検査ですから運転してないわけですよね。で何が爆発したのかといったら、使用済み燃料プールがやっぱり4号機、まあ、全て の, その原子炉の中にあって、その水蒸気が蒸発して、まあ、露出したということなんですね。まあ、で国からの指示は、僕は富岡町民が川内村に避難 するよというのは実は総務課長から聞いたんです。で総務課長には富岡町長が直接電話をした。その富岡町長もですね、実は明確なオフサイトセンターからの指示がなかったというようなことを言っています。で16日の避難指示はまさに僕と富岡町長で判断してこちらに避難したというふうに、な状況です。後からそのいろんなところでこうしたかもしれないとかってことを言われてますけども、僕の耳に直接届かない情報はそれは情報だというふうに思います。最終的に村民の安全を確保していくのは僕の責任だと思ってますから、ここその判断できるところにしっかりした指示が来ないっていうのはそれはもう情報でない。でましてその先ほど電話がもう普通でした。13日からで衛星電話1台だけあったんですが、これすらなかなかこう何ですかね、混雑して使えるような状況でなかったというところがありますね。だからもっと怖かったのですね、13日頃までマスコミいたんですよ、いろんなところ、川内村の役場の中に。でところが気づいたら、いなくなってた、どうなのっていうのが大体15日頃ですよね。それからもう一つですね、15日の夜ですね、対策本部を、開いてですね、その時に、警察本部が川内村にあったんですが、警察本部の方から川内からですね、川俣町に本部を移すという別にあってですね、どうせまだ逃げてる、これは何を考えてるのかと最終的には本当に僕とか富岡の町長で16日の避難をしろというアナウンスをしました。まあ、要素材についてはこちらに来た時に渡されました。結局その16日ですね。16日がいつでしたっけ？要素材は実は富岡町民が避難する際に渡されたそうです。富岡町民は。で、川内村で、まだ残っている人で、まあ、30歳未満、40歳未満でしたっけな。で、それは飲んでもいいよっていうことで富岡の職員から言われたんですが、でうちの職員ははっきり申し上げて、これ何でも指示もなかったんですよ。でもこれ様子を飲むとここにね、放射線があって放射線 にたまんないよっていうことで、うちの職員は何名か富岡町からいただいて飲んでた職員もおりました。若い職員が。それから川内村には、まあ、実際に16日避難をした後に川内村分として県から届いたそうです。これは私たちが避難をした後に届きました。
それから先ほどのご質問の中で、確かに国権の方からはそういうのはなかったんですが、東京電力の、福島第一、第二ありますよね。で、第二発電所の副所長が、実はその第一原発の状況、第二原発の状況ということで、12日の日に電源が供給できないっていうところの情報は、川内村に来て、東京電力から2回ぐらいありましたね。その後、やっぱり爆発してからっていうのが、全然手が行っちゃいましたね。確かに以前は東京電力からの情報ありました。村長も聞いてますし、富岡町長と一緒に川内の村長室でそういう情報はいただいた記憶もあります。採用指示はもう当然はしませんわね。状況もそうですね。はい、状況を説明する、はいはい、状況説明でしたね。これ多分 2回ぐらいですね。爆発してからも1回多分ね、1号機爆発して水素爆発、1回目あったのは、その電源が供給できないので、大気中にそのベントっていうそのね、核容器を開けて、その圧力を外にもら出せようっていう、そのベントをしなければならない状況になるかもしれないっていうところで最初はあったんですよ。それは多分12日の、午後3時ぐらいです。13日に爆発したんですよね、最初にね。そういう状況です。ありがとうございました。本日も。